皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢です。同じくゆっくりマリサだぜ。ゆっくりヨウムちゃんです。幽霊のゆう子です。今回はハードオフの岡崎に店舗を回るよ。ハードオフ岡崎上里店と岡崎睦那店を見ていくぜ。ここが岡崎上里店だよ。国道248号線沿いにあるんだよ。248号線は地元では24パーって言われているよ。そんなことはどうだっていい、さっさと中に入っていくぜ。早速ジャンクコーナーを見ていくよ。ここがハードオフの単独店舗だよ。単独の方が好きだよ。今日も掘り出し物を見つけるぜ。まずはジャンクパソコンを見るよ。ジャンクコーナーといえばパソコンだよね。パソコンは何台も持ってるけどつい欲しくなるよね。ここはジャンクパソコンが充実しているぜ。パソコンがたくさん並んでいるね。ノートパソコンからデスクトップまで色とりどりだね。何か掘り出し物はあるかな。ほとんどがゴミ出し物だけどな。何やら面白いものがあるよ。4400円もするよ。 PC98 だね。通電していなかっただと？通電負荷で4400円は高いね。こんなのいらないよね。修理できる人に拾ってもらえるといいね。新しいパソコンよりも骨董品レベルのパソコンが欲しいよね。そうだな、希少価値のあるパソコンの方が面白いぜ。ちょっといいやつはすごい高いもんね。いいやつじゃなくても高いよ。高すぎるよ。なんだこれは。突然電源が起きるのが熱のせいかな。誰も買わないよね。隣に似たようなスペックのパソコンがあるよ。こっちは1100円だね。わけのわからん値段の付け方だぜ。こっちは値段相当だよ。値段相当の値段がついているのも珍しいよね。不良在庫として並べるよりマシなんじゃない？骨董品レベルのものが置いてあるぜ。これはタイプライターだね。昔のラープロだね。使い道は飾っておくことくらいかな。飾り以外に使い道なんてないぜ。こっちにはゲームがあるね。5番もあるね。五目並べができるね。オフハウスに並ぶようなものが売っているね。小さな子供が欲しい欲しいとダダをこねる場所だぜ。おもちゃ屋さんでダダをこねたらここに来るといいよね。動く保証はないけどね。今度は青箱を見ていくよ。ここに来ると新品のケーブルを買うのがバカらしくなるよね。ケーブル類ならよっぽど動くもんな。メモリーがたくさんあるね。古いパソコンを組むときに買ったことあるよ。壊れていると面倒だからいくつか買ったが、全部動作しちゃったね。静電気防止対策がしてあるね。裸でバラバラになっているよりも安心だね。ひどい店舗だと他のパーツとぐちゃぐちゃに入ってるもんな。ここの店舗はしっかりしているね。ハードオフにしては優秀だね。今時ワープロなんて買うのかよ。飾りにしかならないよね。実用的ではないよね。こっちにはプレステ2のソフトがあるよ。このゲームの方がまだ実用的だぜ。今はほとんどが110円で買えるけど、そのうち骨董価値が出るかもね。ファミコンのカセットは相場が上がり始めているぜ。中古品も見ていくよ。ゲーミングパソコンがあるね。中古パソコンでお買い得なものなんてないんじゃない？第7世代のコア i7 か。再起動するとフリーズするんだね。これは普通にジャンクだよね。こっちにはレトロなものがあるぜ。中古品として売っているけどちゃんと動くのかな。通電しないよ。49,500円もするね。このガチャガチャと回すタイプも最近では見なくなったよな。地デジになる前はたまに見かけたよね。チャンネルを回すっていう言葉も聞かなくなったね。チャンネルとは周波数のことなんだけどね。掘り出し物はないから次に行くぜ。次は岡崎睦那店に行くよ。ちょっと寄り道していくよ。岡崎といえば八丁味噌だよね。ここは丸屋八丁味噌の味噌蔵だぜ。
八丁味噌を作っている会社は日本にたった2社しかないんだよ。これは広島類石投げの井戸だろ。豊臣秀吉の子供の頃の名前だよ。広島はこの味噌蔵に泥棒に入ったんだぜ。工場の作業員に見つかって井戸の中に石を落としたんだよ。工場の作業員は広島が井戸に落ちたと勘違いしたよ。作業員が井戸の周りに集まっている隙に逃げることができたんだよ。ハードオフに井戸がないわけがわかったぜ。井戸があったら商品を万引きされちゃうもんね。中は真っ暗だね。この中に日吉丸が落とした石があるんだね。ここは売店だぜ。八丁味噌尽くしだね。美味しそうなものが並んでいるね。工場見学は無料なんだよ。岡崎に来たら立ち寄りたい場所だね。そろそろ次のハードオフに行くぜ。ここはハードオフ岡崎むつな店だよ。ここもハードオフ単独店舗だよ。ジャンクコーナーにまっしぐらだよ。パソコンがたくさんあるぜ。お買い得なパソコンはあるかな。掘り出し物があるといいね。上には大きなパソコンがあるよ。大きければいいってもんじゃないぜ。こんな大きなものをよく上に上げたね。普通は下に陳列するよね。小柄な人だと下ろせないよね。店員さんに下ろしてもらえばいいんだよ。こっちは一体型パソコンがあるぜ。これは第三世代のコア i7 だよ。電源が入らなくなっただと？電源が入らないのにこんな値段じゃ高いよね。どこが故障しているのかわからないのにこんな値段じゃ高いよね。せめて第6世代以降だったら買うんだが。第3世代じゃいらないよね。コア2クアッドが3300円だよ。4コアだがこれは LGA775 だもんな。事務処理用となら普通に使えるかな。隣にびっくりするパソコンがあるよ。お買い得なの？なんだこれは。コア2デュオが1万1000円もするよ。リカバリ済みだから高いのかな。知らない人が買うんじゃない？こっちには Mac があるぜ。5500円もするね。 Mac って高いよね。全く実用的ではないぜ。こんなのいらないよね。 PC98 がこの値段だったらあっという間になくなっているよ。こっちはノートパソコンだよ。これは第4世代のコア i3 だぜ。ドライブが NG だね。さっきの1万1000円のコア2デュオよりマシなんじゃない？こっちはまだ拡張の余地があるもんね。コア i7 に換装できるぜ。隣のノートパソコンはどうかな。7700円だね。このままじゃ遅くて使い物にならないよね。SSD に換装して CPU を交換すればまだまだ現役で使えるぜ。セレロンのままじゃ使い物にならないよね。キャノンのプリンターがあるね。ハイインクがいっぱいで使えないぜ。エラーが出るんじゃいらないよね。これは単なるゴミだね。究極のゴミを見つけたよ。プリントヘッドの種類が違うというエラーが出るぜ。330円で買う人なんているのかな。330円くれてもいらないよ。こっちにもあるね。これは汚いな。光沢がなくなってるね。未チェックなのに4400円もするよ。おそらくインクが乾いて詰まっているだろうな。こんなのいらないよね。他のお店でパターンが完璧なものをもっと安く買ったよ。状態が良ければジャンクプリンターはおすすめだぜ。互換にインクを使えば安く済むもんね。スーパーファミコンがあるね。550円だね。ゲームはできるが映像が白黒で表示かよ。これはある意味金品かもしれないね。そうだね。意図的に白黒にする方が難しいもんね。白黒のスーパーファミコンなんてロマンがあるね。中古品も見ていくぜ。ハードオフの中古品なんて全然お買い得じゃないよ。ジャンク品だってお買い得なものはめったにないよ。何やら面白そうなものがあるよ。これは MSX だぜ。13200円もするね。映像出力できないんだって。映像出力がないとゲームができないじゃないか。売る気があるのかな。
差分売る気がないんだと思うよ。これは商品ではなくて備品だと思うぜ。単なるオブジェだね。今回は掘り出し物はなかったね。今回もゴミ出し物ばかりだったぜ。そろそろ帰るよ。ちょっと寄り道していくよ。ここは八丁味噌の甲冑だよ。宮内省の御用達だったんだぜ。無料で工場見学ができるんだよ。岡崎に来たら絶対寄りたい場所だね。八丁味噌を作っている会社は甲冑と、さっき立ち寄った丸屋八丁味噌。この2社だけなんだぜ。八丁味噌は美味しいよね。昔ながらの製法で作られているんだよ。ハードオフには味噌が売ってないよね。ハード味噌くらい並べておいてほしいぜ。そうだね、ハードオフだもんね。次回は東浦店と碧南店に行くよ。静止画撮影のにしか許可がもらえなかったけど西尾店も紹介するよ。次回もお楽しみに。それではご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思ったら、チャンネル登録をお願いします。